何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね、皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。ぐずぐずしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんだ。ならば酒がしみるでしょうね。検事、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下知が届いたんですよ。あっしらにはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじゅう。政子殿、ノリオ、石川先生と近江村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたらあっしも逃げます。よく来てくれたな。美味しく飲んでらっしゃいます？目を使って焼けたムクロの匂いがしなくなった。今宵宿泊の庭でお話をなさるとし。ムクロの山ではないか。誇りのない犬。もうこれだ。それの名折れがまさにこのこと。殺し方がうまくて人じゃないみたい。対馬の武家が一夜にして滅んでしまったから。菰田の戦の後もよく働いていらっしゃるではないか。幾幕家の百姓と武士の生き残りと恥知らずの老いを集めている。そのわずかな味方でここまでしのいできたのは認めよう。しかししのいだだけでなんとあの藩を打ち損ねた上、実の老いの手綱すら握られてしまう。我が指揮を戦を終わらせてもいい。影堺殿が逃げたぞ。清水にまで探すのか。逃がすな。我らも探しましょうか。見つかったか。下へ逃げられる。お主ら馬に乗れ。残りの者は門を固めよ。よし、落ち着いてくれ。いかにしてどう俺だ。いたぞ、馬上だ。逃がすな。きれ進まなかった。ユナはご神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もう。風が来そうだ。早くユナを見つけよう。Harbo! Ready? Samurai! Samurai!風が来そうだ。早くユナを見つけよう。ユナはおらぬな。だがこの者ら、ひとところに集められたのか。口の周りに血が。この匂い、鳥かぶとだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。毒を食らったか。吹雪に紛れれば。うわその声、ユナ、お主か。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら櫓に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。櫓から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。常覚寺の仏塔。寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて神は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。だね。今は流民だらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければハーンに逃げ切られていたはず。叔父上は俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。ハーンを殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。叔父上の許しは無用だ。こうなったこと悔やんでない？いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。上岳寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。You wait. Regium Harsinta. Fortschritt! Der Mundbeißkartler. Der Tenbeiger. Hoi! Harvo! Ce eu arsa? Ata hai!ここで死ぬかと思いました。動けるな。全て助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。物見役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。のろし術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。待っておれ、殺しをあげる。これで気を引ける。では戻るか。あいつら氷の上に来た。始末。慎重に策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。隊長と歩兵か。長を殺せば兵は散る。片付いた。もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。猛虎もいないし壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。ジン、こっちだ。平和講師を追いかけ回してお話をすべて聞かせてもらったが、どの話が良かった？鎧はお体に合ってます？もうこの刃は通しません。また来よう。あなた様のお役に立ててよかった。どうしてクロール様が他のお侍と違うかは石川先生に稽古をつけた。そう学んだ鞍馬山の大天狗の義経と。ジン、こっちだ。うちの鎧はもうこの武器にも負けません。お体の傷も減りましょう。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。ジン、こっちだ。近江から上野岳の砦に続く歩道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。シラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭はたけし。友なのか？違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな？ああ。抜かれてないぞ。あんたも。抜けばかりか。待たせてしまったな。もう子供を毒で皆殺しにしてください。奴らは苦しんで死ぬべきです。もうどこにも逃げられません。全ての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい。奴ら道沿いに野営を敷いて待ち伏せてます。奴らを退けるまでどこかに隠れておれ。속력식 왔어. 이거 맞았다. 유치비시 반지. 行く。あの兵器。 壊しておいた方が良いな。Ready? Keep it in bed.そこのお方、温まったつものばかりです。戦でお使いください。うまくお使いください。また頼むぞ。 お主たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの生きてんのか。近江への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。 戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命をかけられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。 獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めれば、ユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。 砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。血を抜け！動くな。どこかに隠れろ。隠れるも何も、この近くにもう子供が野営を敷いてまして、通るものすべて捕らえてるんでさ。調べてみよう。俺に任せておけ。氷の宿営に向かおう。酒井様、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐにね。今飲みました。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。うわっ、けだものがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。今だ。殺してやれ。急ぐぞ。志村様が遠兵を募り軍を作った時、なぜあんたが率いない？志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないの？南門から聞こえた。様子を見てみよう。まさかあいつが？向こうに行かねば橋の様子を見るぞ。いや兵は南門に集められる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしてもヒアリの良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡ってヒアリを奪えないか？木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。槍川の戦士も一緒だ。やっと分かった。あんたクロードか。だが山より大きいと聞いたぞ。今は戦え。どれだけ待たせんのさ。こっち来ないで。見つかっちゃう。なぜ門を開けるまで待たなかった。まさか様の案内よ。クロード様にするか。ちょうどいいところに。抜かるなよノリオ。敵の残りはいかほどだ。こやつらのみです。では早く殺せ。なんとかなったね。さあ砦を奪いますよ。おのおの方、怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつら、ただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。